今日の一問一答ですね。介護支援分野。地域支援事業という単元になります。一般介護予防事業の種類として、次のものは正しいか誤りか答えよう。問題。介護予防住宅環境整備事業。介護予防住宅環境整備事業。というふうにありますが、これは誤りになります。 介護予防住宅環境整備事業というものは、これは存在しない事業になります。まあ、でたらめで作り上げたっていうことですね。これ、本試験抜粋になりますけど、まあ、そういうことっていうのが時々ありますので、まあ、注意しておく必要があるなというところですけど、一般介護予防事業っていうのがあるわけですね。これは、総合事業の中の一つになります。 一般介護予防事業。で、これは少しだけややこしいかなというふうに思うんですけれども、全部で5つあるんですね。一般介護予防事業っていうのは全部で5つ。で、試験対策としてはこの5つを抑えておく必要があるということですね。で、まず1つずつ言っていきますが、まず1つ目が、介護予防把握事業というものですね。介護予防把握事業。2つ目が、 介護予防普及啓発事業3つ目が地域介護予防活動支援事業4つ目が地域リハビリテーション活動支援事業そして5つ目が一般介護予防事事業業評価事業というものですねこの5つになるわけなんですけどもう一度繰り返しますが介護予防把握事業介護予防普及啓発事業地域介護予防活動支援事業 地域リハビリテーション活動支援事業一般介護予防事業評価事業これらの5つですねでまあ意味まで問われることっていうのはないんですけれども、まあ、簡単にちょっと紹介しておきますと介護予防把握事業っていうのは何かといったらこれは介護予防が必要になるような人たちを把握しましょうというそういう事業ですね。 まあ、閉じこもり等のですね、まあ、何らかの支援を必要とするような人たちを把握して、まあ、そういうような人たちに介護予防活動というものを提供していけるようにですね、まあ、まず把握しましょうねというそういう事業になりますチェックリストの実行なんかというのも,のもここに入るわけですねで2つ目というのが介護予防普及啓発事業というふうにありますけれどもこの介護予防普及啓発事業っていうのは、まあ、その名の通りなんですけれども介護予防活動というのをいろいろやっていますから そういったものをですねどんどん知ってもらわないとあのできませんのでこれは必要なことなんですよとかあるいはここでこういうことやってるんですよということを広めてですね実際に参加してもらうというその普及啓発をやるという事業ですね。で3つ目は地域介護予防活動支援事業というものになるわけなんですけれどもでこれはまあ介護予防活動っていうのはですねこれは市町村がやっているわけではないんですね。 市町村だけがやっているわけではないということですね。あまりにも数が多いですから、ですから、地域住民のです、ね、取り組みなんかも必要になりますし、民間の団体の取り組みなんかも必要になってくるわけですね。ですから、そういったものを援助するということですね。育成したり、支援をしたり、助成金を出したり、そういうようなことをするということですね。で、その次、4つ目、地域リハビリテーション活動支援事業というものがありますが、 これは何かっていったらですねさっきのは介護予防活動支援でしたけれども今度はリハビリテーション活動支援ということになるわけですね。で、まあ、いろんな介護予防活動なんかをこうやっていたりするわけなんですけれども、まあ、リハビリ専門職という人たちがいますので、まあ、そういうような人たちが関わった方が、まあ、より効果的に介護予防というのをやっていくことができますよね。ですのでそういったリハビリ専門職の人たちが関われるような支援を行ったりとか。 そういうようなことをするわけですね。これが地域リハビリテーション活動支援事業というものになります。で最後の一つ一般介護予防事業評価事業というのは一体何かといったらですね、まあ、この一般介護予防事業というのもやりっぱなしというわけにはいかないわけですよね。えー、ですの、ね、でもちろん目標があってそれを形にするためにですね成し遂げるためにやっているわけになりますので、まあ、それは評価をする必要があると。 まあケアマネジメントなんかもそうですけど、モニタリングを通してですね、必要があれば再アセスメントしてプランの修正ということがありますよね。あれと同じということになります。この一般介護予防事業で目標というものを事業計画なんかで立てていますから、まあそれが達成されているかどうかというものの評価を行うということですね。これが五つ目の一般介護予防事業評価事業と言われるものになります。で、この介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、 地域リリハビリテーション活動支援事事事業、業業一般介護予防事業評価事業この5つが一般介護予防事業というものになりますのでこの5つの名称を押さえておくということが重要になるということですね。ということで一般介護予防事業の種類について問うている今日の問題ですが介護予防住宅環境整備事業というふうにありますけれどもこういったものはありませんのでこの設問は誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。